ギョベクリテッペは、アナトリアーナ東部、シャンルールファの郊外の丘の上にある、新石器時代の遺跡。テッペはペルシア語で、丘、または、塚を意味する。胃丘の高さは15メートル、直径はおよそ300メートルに及ぶ。地名は、オーノコフクの丘の胃。標高は、およそ760メートル。ドイツの考古学チームにより発掘調査が行われた。 発掘は1996年から始まり、チームの指揮を取ったクラウス・シュミットが多界する2014年まで続いた。ギョベクリテッペのイオカに残された構造物は非常に古く、紀元前1万年から紀元前8000年の期間に建てられた。採取に用いられたと考えられるこれらの構造物には2段階の発達が見られる。第一段階では巨大な定時型の石柱がいくつも、 縁を描くように並べられている。物理探査により、石柱の総数は200本以上、それらの描き出す縁が20確認されている。各石柱は6メートル以上、重さは20トン。それらが基板岩にうがたれた穴にはめ込まれている。第2段階では、石柱は小さくなり、磨かれた石灰の床を持つ、長方形の部屋に建てられた。カの隣に位置し発掘調査が待たれている。 構造物は14000年から15000年前のものであることがトポグラフィックスキャンによって明らかにされた。これはともすれば更新用1000年疎することになる。先度基新石器 B 期が終わると遺跡は打ち捨てられた。比較的新しい構造物にはギリシャローマ時代のものも見られる。この構造物が何に使われていたのかははっきりしていない。 発掘に携わったクラウス・シュミットは、初期新石器時代の神殿だと信じていた。ギョベクリテッペの移行1963年に、イスタンブール大学とシカゴ大学が共同で行った、一般調査の中で初めてこの遺跡について記録された。アメリカの考古学者、ピーター・ベネディクトは、いおかに新石器時代の痕跡を認めたが、ギョベクリテッペを新石器時代の地層が、 東ローマ帝国時代、イスラム時代に墓地として覆われたものだと仮定した。調査の記録の中では無数の角石について触れられていた。そして巨大な石灰岩の石板、すなわち定時型の石柱の地上に現れている部分は墓標であると考えられた。井岡は長い間濃厚にさらされてきた。幾世代にもわたる、地元住民がしばしば邪魔な石をどかしては積み上げてきた。 その過程の中で、考古学上重要な意向も破壊された可能性がある。1994年、サキン時でネバルチョリでの発掘に携わっていたドイツ、考古学研究所のクラウス・シュミットは、次なる発掘場所を探していた。この地域の考古学の文献を見返していると、シカゴ調査団の残した魚ベクリテペに関する簡単な説明が目に留まり、彼は、 もう一度調査をしてみようと決心した。彼の粘るちょりでの経験から、記述に残されていた角石や石板が、定時型の石柱の一部であろうと検討をつけたものだった。翌年、彼は、シャンルールファ博物館と共同で発掘に着手した。すぐに、巨大な定時型の石柱が姿を見せる。そのうちのいくつかは明らかに粉砕しようとしたような痕跡が見られた。 おそらく石中を変哲のない普通の岩と考えた農夫によるものである。近くの新石器時代の遺跡ギュルジュテペの発掘調査の開始は2000年を待つことになった。発掘作業の様子創除学は、ギョベクリテペの少なくとも秋雨石器時代から始まる育成期にも渡る活動の痕跡を示している。続く時代に建てられた構造物は、 紀元前10000年期のものと特定された。鮮度基新石器 B の紀元前9000年期に建てられた小さい建物群は地中に埋まったままになっている。いくつかの放射性炭素年代測定が行われている。標準偏差と誤差範囲で推定される年代を以下に記す。HD サンプルは最も低い位置の木炭から採取され、これは 実際に遺跡が使用されていた時代のものだと思われる。上サンプルは石中に付着していた、ペドジェネシス炭酸塩から採取。これは遺跡が放棄された時代を示す。キョベクリテペは不毛で平坦な大地に位置している。大地はあらゆる方向に線状地を広げている。北へ向かうと細く伸びる大地がそのまま山脈へと繋がる。それを除けば、大地から伸びる尾根は、 急瞬な勾配となり、あるいはそのまま断崖へと導かれている。イオカに加えてこの尾根の上部にも無視できない人類の痕跡がある。発掘調査はイオカの南斜面、イスラムの巡礼の痕跡を示すクワの木の南と西側で行われた。しかし遺物は大地の全域から発見される。調査団は大量の石器を発見している。ギョベクリテッペの 周囲コンプレックス以外地は侵食と採石によりその形を変えてきた。採石は新石器時代に限ったことではなく、ギリシャローマ時代にも行われていた。台地の南部には長さ10メートル、幅20センチの4本の溝が見つかっている。これらは長方形のブロックを切り出した後だと考えられている。これらはすぐ近くに土台のみ残っている長方形の建物に、 関わりがあるものと見られる。おそらくは、リメスアラビクス上の見張り等であるがよくわかっていない。大地の地形は、ほとんどが新石器時代に行われた巨大な一枚岩の彫刻のための採石によるもののように思われた。それらのブロックを剥ぎ取ったような輪郭が岩肌に残っている。そして、円形の石材が生産されていたらしい石切り場も見つかっている。この石切り場説は、 南東の斜面で3メートル四方の石材が見つかったことで信憑性を得た。まだ切り出されていない定時型の石柱が3本見つかっており、これらは新石器時代の石切りによるものと見て間違いない。最も大きなものは北に残されている。長さは7メートル、頭の部分の幅は3メートルに及ぶ。この石柱の重さは50トン前後と予想される。 完成していない他の2本は南の大地に放置されていた。西の園ではライオンのような像が見つかっている。この地域には角石や石灰岩のかけらが多数散らばっており、彫刻の工房があったのではないかと考えられる。一方で南の大地の表面3箇所に描かれたファルスには謎が残る。 それらが、ギリシャ・ローマ時代の石切り場に近いことも、年代の特定を難しくしている。い、丘から離れたところに切り出された基礎がある。石柱を支えるために開けられたのであろうソケットが2つ、それとそれらを囲むようにベンチが備えている。この基礎の構造はイの第三層の基礎と一致する。この基礎は、コンプレックスイ、e、と呼ばれている。粘り凝りの神殿と似ているので、 同様に、石の寺院とも呼ばれている。床は滑らかで、基板岩から丁寧に切り出されている。これは、ギョベクリテペの若い遺構の床に見られるテラ像を思わせる。すぐ北西には二つの貯水槽のように見える穴がありおそらくは、コンプレックス E の一部と考えられている。穴の一方には腰くらい高さの印と五段の階段が備わっている。西の急斜面には、 ホラー穴が見つかっており、小さな牛のレリーフが見つかっている。このホラー穴から見つかったレリーフはこれだけである。エンクロージャ A のローレリーフの施されたピラーに、レリーフは牛、狐、鶴と考えられている。この遺跡の歴史の早い段階に、円形の構えが初めて現れる。直径は10から30メートル。特筆すべき特徴は、石灰岩でできた定時型の石柱であろう。 石中は同じ高さに揃えて建てられ、加工されていない石で作られた分厚い内壁、はめ込まれている。今のところ発掘により4つの円形の構えが掘り出されている。さらに16の構えが埋まっており、それらが1つにつき8以上の柱を備えていて、柱の数は合計200近くになることが物理探査によりわかっている。これら石材は、 丘の頂上から100メートル離れたところにある岩盤の穴から切り出された。労働者が角石の刃物によって石灰岩の岩盤から切り出していたと考えられている。各円形の構えの中心にはやや高めの2本の柱が向かい合わせで建てられている。これらの構えが屋根を備えていたものかは分かっていない。内装として人が座れるようにデザインされたベンチが見つかっている。 多くの石柱は抽象的で謎めいたピクトグラムや動物の彫刻で装飾されている。新石器時代の洞窟壁画等によく見られるように、これらのピクトグラムもコミュニティで共有する聖なるシンボルだった可能性がある。レリーフはライオン、牛、イノシシ、キツネ、ガゼル、ロバといった哺乳類、ヘビやその他の爬虫類、昆虫やクモといった節足動物そして鳥、 特にハゲワシがモチーフになっている。この神殿が作られた当時は、周囲の土地には森が広がり、これらの様々な生き物を育む生態系が存在していたようである。低重と濃厚がダストボールに近いコンディションをもたらしてしまう千年、前の時代である。チャタルヒューク、エリコでもハゲワシはよく描かれる。アナトリア、中東の初期の新石器時代の文化では、 死者はあえてのザラシにし、ハゲワシや他の死肉を漁る鳥に死体を処理させていたと信じられている。この文化はチベットの仏教徒やイランやインドのゾロアスター教徒が現在も行っている調査。捕食動物の彫刻の施されたエンクロージャシーのピラー27。七。狐の彫刻の施されたピラーいくつかの人の形をした像がキョベクリペテの地表で見つかっている。 いくつかの定時型の石柱には、下半分に人の腕の彫刻が彫られている。このことからこれら石柱の下半分は、デフォルメされた人の体を表しているとも考えられる。少数だが、ふんどしの施された石柱も見つかっている。この考え方でいくと、石柱の上部は、人の頭を象徴しているということになる。従って石柱から擬人感を伺うことができる。 これらの石柱が崇拝者の代理として作られたのか、あるいは崇拝すべき祖先なのか、頂上的な存在なのかは、はっきりしない。第三層、エンクロージャニのピラー27で、ほとんど石柱の周囲全体に掘り込まれた表と見られる、捕食動物の彫刻が見つかると話題を集める。狩猟採集社会の中に垣間見える、芸術的訓練と職行の存在が驚きを与えた。 この一番古い層のいくつかの床はテラ像で作られている。それ以外は岩盤で作られ巨大な一体の中央の石柱を支える台座を備えている。中央の石柱にはハイレリーフが施される。これら初期の遺構は放射性炭素年代測定により紀元前9600年から紀元前8800年と見積もられた。放射性炭素は遺構が 石器時代の期間に埋められたことを示している。第3層に見られた円形の構えの建造は、第2層に入ると小さい長方形の部屋の建造にとって変わられる。長方形の部屋になったことで、丸い構えに比べてスペースを有効に使えるようになった。この変化はしばしば新石器時代の到来を感じさせるが、依然として、かつての丸い構えの特徴をなしていた定時型の、 石柱が現れる。つまり第二層のこれらの建物も、神殿としての機能を持っていると考えられる。第二層は仙土期新石器 B に分類される。いくつかの隣り合う、ドアや窓のない四角い部屋の床は、石灰で磨かれていて、ローマのテレゾーの床を彷彿とさせる。放射性炭素は、紀元前8800年から紀元前8000年の移行であることを示している。 いくつかの定時型の石柱は1.5メートル以上の高さがあり、部屋の中央に据えられている。ネーモーな表情のライオンの彫刻が施された石柱は、それが安置されている部屋の名前、すなわち、ライオンの柱の建物の元となっている。他の一番上の層になる。最も浅いが、最も長い期間を占めていた期間になる。この層は、侵食による流出土砂を含み、 遺構が宗教施設としての役割を終えた後も、濃厚目的でされ、実質的に途切れることなく続いているそうになる。遺構は、紀元前8000年以降のいずれかの時点で、意図的に埋められている。建物は主にフリントからなるが歴、石器、どこかから持ち込まれたと思われる動物の骨の下に埋まった。ビブロス石器とおびただしい眠りく石器に加え、ヘルワン石器、 アスワド石器が埋め戻しに使われた石器に多く見られる。前提として発掘が全体の5%も進んでいないため、この遺跡に関するいかなる除述も暫定的なものとして捉える必要がある。そもそも趣味とは考古学調査技術の発展も見越して、ほとんどを手付け数のまま次世代に委ねるつもりでいた。遺跡は先後基新石器 A に属しているというのが、 公式見解であるが、今のところ栽培植物や家畜の痕跡は見つかっていない。そのためこの地の人々は狩猟採集社会を形作って、しかし1年のうちのいずれかの期間はどこかの村に暮らしていたと仮定されている。ごくわずかであるが、住宅地として使われていた痕跡も見つかっている。放射性炭素年代測定は上で述べたように、 第3層の一番若い部分は、紀元前9000年頃に埋められている可能性があると示している。しかしこの積み重なった遺跡は、紀元前1万1000年までには、あるいはもっと早くから神殿としての機能を持っていたのだと考えられている。つまり、遺跡の建造は、陶芸、金属工学は有に及ばず筆記や、車輪の発明よりも早い、紀元前9000年前後に起こった、 いわゆる新石器革命、すなわち農業と畜産の始まりにも先立っている。にもかかわらずギョベクリテペは、今まで旧石器時代や先土器、新石器 A や先土器、新石器 B とは無縁のものと思われていた高度な組織の存在を暗示している。考古学者は、あの巨大な柱を採石場から切り出し、遺跡のある100から500メートルを移動させるには500名以上の人手が必要だと見積もっている。 柱は10から20トン、採石場に残されているものは50トンに及ぶ。これらの事実は、社会的地位を持った宗教的指導者たちの存在を、ほのめかしている。すなわち彼らが作業を監督し、そこで行われた儀式を司ったと考えられる。であるならば、遺跡は、生殖社会級の発展を示す最古の記録になる。これは、中近東の他の地域で発展した。 このような社会階級よりも随分と早い。紀元前8000年の初頭ギョベクリテペは必要性を失った。農業と畜産業の発展がこの地域の社会に新しい価値観をもたらした。それにより、ストーンエイジズはこの地域の古い社会、すなわち最終社会にとっての価値を失った。しかしこの建造物はただ打ち捨てられ、風雨に侵され、 忘れ去られることにはならなかった。それぞれの遺構は、丁寧に300から500立方メートルの廃物に埋められた。廃物は主に細かい石灰岩の破片と石器によって構成されている。動物の骨や、中には人間の骨も見つかっている。なぜ遺構が埋められたかは分かっていないが、それがゆえに遺構が構成にまで残ることになった。クラウス・シュミット。2014年。 ルルツブルクシュミットの考えでは、キョベクリテッペは、石器時代の山の神殿だった。放射性炭素年代測定から見ても、様式の比較分析から見てもこれは、現在見つかっている中で最古の宗教施設であると考えられる。シュミットは、自身が、丘の教会と呼んでいたこの施設は、周囲160キロの範囲の信徒たちを引きつけた。 巡礼の目的地だったと信じていた。例えば鹿、ガゼル、豚、ガチョウなど地域で、狩猟目的とされた動物の骨が多数見つかっている。それらには、人為的に解体された痕跡があり、食べるために刈られ、または調理され、集会のために用意された食べ物の廃棄物と考えられる。シュミットは、ギョベクリテペを、祖先崇拝の中心地で、 施された動物の彫刻は死者を守る意味を持つと捉えていた。今のところ破壊しや埋葬地などは見つかっていないが、シュミットは遺構の壁の後ろに死者を弔った痕跡が発見されるのを待っていると信じていた。シュミットはまた遺跡を新石器時代の初期段階と関連づけて解釈していた。ギョベクリテペを含むいくつかの遺跡が点在しているカラジャ山近辺の地域は、 現代我々が栽培を行っている少なくともいくつかの穀物の原産地であることを遺伝学が示唆している。現代の麦の栽培品種と野生の麦を比較したところカラジャ山で見つかったものが遺伝子的に最も近かった。カラジャ山は遺跡から32キロ離れたところに位置している。この結果はこの地域で現代我々が口にしている麦が 初めて栽培されたという可能性を示している。学者たちはこの結果を受け、新石器革命すなわち、農耕の始まりはこの地域で起こったと考えている。シュミットも他の学者と同様、野生の麦を野生動物から守る必要性がこの地域のいくつかの流動的な集団が協力関係を築くきっかけとなったと考えている。野生の麦は以前よりも食料として 積極的に用いられるようになり、そして慎重に栽培された。これが初期のギョペクリテッペ近郊のの様々な集団を一つの社会組織へと導いた要因と考えられる。したがって、シュミットによれば、新石器時代は、ごく小規模な再演から始まったのではなく、大規模な社会組織という形から急速に発展した。シュミットは、他の神殿や民族との比較から、 ギョベクリテペを築いた集団が持っていたであろう、信仰体系についての推測を行っている。彼はシャーマニズムに見られる風習から、定時型の石柱は人、とりわけ祖先を模したものと仮定した。一方で、後のメソポタミアで広大な寺院と宮殿とともに、発展した神々に対する信仰との共通点も指摘している。 この共通点は古代のシュメール人の信仰とよく合致する。すなわち、アヌンナキの神々が住む聖なる山、エクルから人々に濃厚、畜産、織物が伝えられたという信仰である。シュミットはこの話を中東の原始的な神話と位置づけ、この神話の中には新石器時代の発言に関する記憶が部分的に保存されているのだと考えていた。また、 動物など描かれたレリーフや彫刻には暴力的な描写がない。狩りの様子や傷を負った動物などは描かれていないし、モチーフとなっている動物にはこの社会が主に食用としていたであろう動物、例えば鹿などよりも恐怖をかきたてるような動物、例えばライオン、蛇、蜘蛛、サソリなどが多く見られる。ギョベクリテッペイは人間社会の発達の歴史の決定的な段階に、 対する理解を大きく変える可能性を秘めており、考古学上特に重要な発見と考えられている。スタンフォード大学のイアン・ホッターは、ギョベクリテッペは全てを変えてしまうと述べている。ギョベクリテッペはモニュメンタルなアーキテクツの建設が、必ずしも、これまで考えられてきたように、濃厚定住社会に限られたことではなく、資料最終民にも可能だったということを示している。 発掘に携わったクラウス・シュミットが述べるように、神殿から始まり、町が起こった可能性を示している。マクロな視点から見た場合の意義に限らず、いくつもの柱が並ぶ神殿がこの遺跡を独特なものにしている。同時代には同じような遺跡は存在していない。500年ほど下ると、やはりドイツ考古学研究所が発掘調査を行った。 新石器時代の住居跡であり19年よりあたとるく、ダムに沈んでいる粘りこりが存在するが、こちらの定時型の柱はずっと小さいものになっている。加えて、こちらの神殿は村の中に作られている。およそ同時代と考えられる建造物であるエリコには、美術的要素、大規模な彫刻は見られない。そしておそらく最も有名な。 アナトリアの新石器時代の村であるチャタルヒュユクはこれよりも2000年若い。現状ギョベクリテペの存在は戦死時代について明らかにしたことよりもむしろ謎、疑問を多く生み出している。定住に至る前の社会がこれだけのボリュームの構造物を建設し、拡張し、維持するに至るだけの労働力をどのように動員し、どのような形の手当が支払われたのかは全く分かっていない。 また、学者たちはピクトグラムを解読できておらず、これら動物のレリーフが神殿を訪れるものに対して、どのような意味を持ったのかという謎も残されたままである。ライオンからイノシシ、鳥、虫に至るこれら描かれた動物の持つ意味に関しては、いかなる説明にも何かしらの疑問がついてまわる。周囲に、ほとんど全く居住の痕跡がなく、描かれた動物のほとんどが、 捕食生物であることを考えると、石はある。種の魔除けとしての役割を果たしてきたという考え方も可能である。あるいはある種のトーテムだった可能性もある。遺跡が彩色目的に特化したものであるという仮説にも共同住宅であったのではないかという異論が存在しており、太平洋岸北西部に見られる特徴的な柱とトーテムポールで飾られた。 フランクハウスにどことなく似ているという意見もある。建てられた石柱が2、3例ごとに埋められ、それよりも小さい同心円上に再び石柱を建て直すということが繰り返し行われている理由も分かっていない。埋葬が行われていたともいなかったとも言い切れない。意向が丁寧に埋められた理由も分かっていない。さらなる証拠が揃うまで、この遺跡の文化的背景。 意義を導き出すことは難しいのが現状である。ギョベクリテペの遺構発見時の状態を保つためのために、ミュージアムの建設、周囲の環境を含めた遺跡公園の建設が予定されている。2010年、GHF は数年にわたる遺跡保護プログラムを予定していると発表した。GHF に加え、ドイツ考古学研究所、ドイツ研究振興協会、 シャンルールファ地方自治体政府、トルコ観光文化省、そして発表当初は、クラウス・シュミットがパートナーとして名を連ねた。GHF のギョベクリテッペプログラムには、遺跡の管理体制の準備、遺跡保存計画、遺跡の露出部分を覆うシェルターの建設、遺跡ガイドのトレーニングに、遺跡保護のトレーニング、世界遺産登録を見据えたトルコ当局に対する支援が含まれる。 実節の通り、2018年には世界遺産リストに登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。